はい、今日は渋谷筋トレ会なんですけど、まずその前にね、ちょっと時間がまだね、10時半からなんですけど、9時半とかに着いちゃったんで、スタバでカフェインを入れます。いただきます。はい、今日はね、渋谷筋トレ部ということで、今ね、渋テナボックスの前に来てます。ということで行ってきたいと思います。今日はね、腕トレの日です。はい、ということで今日は腕トレの日ということで腕トレやっていくんですけど、まず腕トレっていうと気持ちは何を思い浮かべますか。やっぱそれですよね。はい、アームカール。ただ腕の筋肉っていうのは7割がこっち側の三頭筋なんですね。こっちの方がいいですか。だからまあそうですね。でしかもだから太くしたい時は三頭をよく鍛える。で二頭と三頭をいっぺんに鍛える時は三頭から鍛えた方が疲労が溜まってないんで、そっちの方が効果的なんですよ。ということで今日は三頭からいきます。ということでまずはケーブル、このおた僕このロープをお楽しみロープって呼んでるんですけど、筋トレが超楽しめるロープ。めっちゃ疲れましたよ。そうそうそう、ここね、トレーニングやってる人とやってない人を見分けるのにどうしたらいいかというと、三頭にこのセパレートがあるかどうか。すごい、ね、これない人は俺トレーニングやってるぜって言ってるやつはこれがないって見た瞬間に、そいつはやってねえなやり込みそれはそう。でまず今日最初にやるのはこのケーブルプレスっていう種目なんですけど、ちょっと多分みんなが知ってるのと少し違くて、ロープ使うんですけど、ロープのよくネットとかで YouTube とかでやってるのを見るとみんなここに指引っ掛けてるんですね。これもったいないんですよ。ここに持ってこの状態からこうやって引いてここで広げる。そうすると より効くんですね。この三頭筋って外側頭、内側頭、長頭っていう3つあるんですけど、この外側頭に向き効かせるような形ですね。ここでグッと収縮がかかるんでここが効くんですよ。なのでここで持ってるとちょっとねもったいないんですよ。これここで持つのとここで持つので全然効きが違うんで、っていうのでやっていきます。でポイントは、まあ、まずここ のロープの端を持たないっていうところと、あと背中をてか胸を張らない、猫背に感じにする。で肘をすごい上下にしちゃうとこれは背中の力のトレーニングになってしまうんで、少し上げるんですけど、ちょっとまず一回お手本見せるんですけど、この状態から少し下げてやってグッと広げる。で上げてきた時にここの時は肘を動かさないんですけど、少しだけ最後上がる。でそうすると少しだけ何ていうんですか、ストレッチがかかるんでより効くんですよ。グッと。であとは僧帽筋っていうか肩を上げないって感じですね。肩は絶対に上げないで肩下げた状態で猫背にして肘をある程度固定しつつ最後グッと引っ張る。でこれを最初これ一番最初に持ってきた方がいいっていうのは、肘の負荷がすごい少なくて、三頭筋は重いやつとかでできるんですけど、重いやつでやると肘ぶっ壊す可能性があって、これで軽いやつで、まあ、20回から30回ぐらいでしっかりと肘を温めてやる。
本当に軽くてウォーミングアップなんで、まあ、20回軽すぎると思うんだけど、しっかりとこのフォームを確認しつつ収縮を感じて肘を温めてください。はい、という感じで誰か行きますか。行く、はい、これ、うん、そうそうそう、ギュッとここでグッと引っ張るとさ、うん、ここ締まるでしょ。うん、締まる。それね、多分ね、一回やってみると分かるんだけど、こう端っこ持った時と全然違うの。あ、違うでしょ。やっぱり真ん中引っ張った方がいいの。あ、これはいいね。めっちゃ効くでしょ、うん、軽いので収縮感っていうのがめちゃくちゃ味わえるんで、最後にちょっとだけギュッと上げてやる。そう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 。自分今日は20回ってやりましたけど、最初ウォーミングアップだったらこれで軽いやつで、まあ、限界までやる1回っていう風にしてやると、よりウォーミングアップ的には、うん、あと、その、なんていうんですかね、この筋肉が動いてるのはよく感じられるんで、あのマッスルコントロールとかの練習にもなるんで、結構軽いやつでやるっていうのはいいですね。だんだんね、やっていくとね、手が滑って下に行っちゃうんだよね。はい、じゃあ次行きましょう。だいぶ温まった。結構いいでしょ、これ、うん、こうこれね、ちょっと前傾にしましょう。前傾にして、はい、肩を下げて、そうです、はい、そうです、ギュッと前回線ギュッと引っ張って、そうですね、ギュッと引っ張って、脇もちょっと締めた方がいいかもしれません。ここからこうじゃなくて、ここから最後まで引いてきて、グッとこの絞り込む感じ。こう、こう、あ、なるほど。初めての散歩って感じでいいんですか。あー、大きく。ここに効かせる。もうちょい前に倒れつつ。で、なるべくね、散歩で耐えて、肘を動かさないで、最後だけちょっと持ってかれる。最後だけギュッとあげる。そう。持ってかれてもいいやとは思わない。耐えたんだけど持ってかれちゃうぐらい、まあ、軽いからちょっとあれなんだけど、気持ちの結構きつい。ここにね、まあ、でもここがだんだん効いてきて、最後ギューッとここが締まる。手は完全に肘はロックして、ロックして伸ばしきる。伸ばしきる。そうそうそう、これ収縮なんで思いっきり伸ばしきった方がいいです。できるだけ、もうこれ以上無理っていうぐらい。あ、きつ効くようになりました。あ、これきついっすわ。ヒゲだるまを二人簡単にやってたけど。これがね、ここ、あ、いいですね。今の、ここね、すごい今固まったんですよ。あ、いい。ここ。あ、効いてますもん、だってこれ、明らかに。最後ひねると、さらに効きますよね、ギュッと。いいですね。効いてきてます。もちろん、もちろん。いや、してない部位は本当にきついよ、最初。すごいぞ、明日筋肉痛、これ。あー、すげえ。ええ、まあ、これウォーミングアップ。なるほど。全然感じない。ないじゃん。肩を落とす。肩を。あ、じゃあ、もうちょい体を起こしていくと、肩は落とす。肩をこう今こうなってるんですけど、こうやってできるだけ下げて、そうそうそう。で、そのまま前に倒れていく。はい。あ、で今こう開いちゃってるんですけど、はい、こう、ああ、で手を伸ばしきる、ここに効くんで、はい、それを感じながら、それで戻す。もうこの段階からコーヒーも吹かれちゃったんだけど、なるべく耐えて、耐えてこう上げる、そうちょっとだけ、ぐっと戻る、でぐっと、はい、いいですよ。やってそうなんだけど、やると分かんないんだから。限界まで、本当で、なるほど、上に引っ張れるまでっていうの、いいですよ。いいですよ。
は肘の角に。ああ、今縮まってますよ。肘を起こさないと全部三度。縮まるときに。縮まないとダメです。ここが思いっきり縮まらないです。まあ、これやるだけでも、この時にここが。こう。ストレッチ。もうちょっと、まあ、アップなんで、ね、そこまでギューってやらなくても大丈夫ですよ。こっち。ちょっと動かし方を。自分で、あの、ね、筋トレって、はい、こうやって僕が言ってますけど、はい、入るところってやっぱり人によって違うんで、そこは少し探りつつやってもらうと、はい、ただここにちゃんと収縮が効いてれば、うん、きつくなってきましたね。ちょっと限界までやってます。これね、上手くなってくると、だから筋トレをある程度やった人、やってきてる人って逆にあのきつくなるんですよね。あの筋肉のコントロールが上手くなるから効かせやすくなるんですよ。他のとこまた使うな。いや、わかる。だから初心者はなんかアームカールとかで10キロいけましたとか言うけど、ちゃんとした10キロでやるとマジで上がんねえよっていうのもね。マジ10キロくいったよ。無理だよ。ああ、この開いたら効くようになってきた。ああ、いいですね。それ感じられると、もうこれやった、今日もう来た意味がありますね。あ、でも上手くなってきた。あと3回、軌道が安定してきましたね、これ。ああ、いいですね。あ、張ってる。じゃあ本番いきますかね。まあちょっと様子見でやってもらいたいんですけど、今15キロでやってたんで、もっといけるんだったら20キロとか25とかだとちょっと厳しいかもしれないですけど、でも15軽いね。15はかなり軽い。でこれで、まあでもあれにもよるんだけどね、このマシンによって15って言っても、ね、マシンの15ってこのマシンの15なんで、他のマシンで15っていうともっと重い可能性もあるし、逆にもっと軽い可能性もあるっていう。多分滑りとかすごい良くて軽くなってる感じが。だからそれはその場所によって、その行ったジムとかで一回試してみて、いつもの重さでやってもっとちょっと重いなってなったら、その重さを下げるとか、そういう感じでやってもらえる。で今35キロですね。ちょっと久しぶりなんで、ここで固めてから背中、肩を下げて、で肘を少しだけ上げて状態で締める。で最後上げてきた時に、ここで最後少しだけ上げる。肘の位置はなるべくこの時に重くなって辛くなってくると肩がこういった上がりやすくなって、こうやる人が結構いるんですけど、こうすると僧帽筋とか他のところに入っちゃうんで、できるだけ動かさないように肩を下げた状態で首を伸ばすっていうような意識の方が分かりやすいかもしれないですけど、し、本当にここまで自分の体をコントロールできないんだと思う。うん、もう最後、この最後のここを楽しむ。8、9、ちょっと軽かったから15回です。いやこのロープマジで楽しめる。お楽しみロープ。お楽しみロープ最高だね。いや、欲しいな、これ。あれ、ペンちゃんのマンションってさ、トレーニングにもない。ないですよ。賃貸のもある。最後の消し目。いいから出なくなるって。あ、ちょっと。マジで。よし。1秒ぐらい稼げるといい。8、9、
十。いただける。初心者で筋トレを嫌いにならないようにすごいちゃんとするよねやっぱさすがだなと思いますよ本当そういうのもかんあのなんていうの筋トレをやっててあの初めての人なんか筋トレ教えてよって言われると
どうしても、ね、辛いやつをねやらせたくなっちゃうんですよ。苦しんでるの見たいから自分と一緒に苦しんでるやつを見たいからって言ってなんですけど、やっぱねちゃんとしたトレーナーはそういうところもあのやってくれるんで、うん、筋トレってスタートポジション大事なんで、いいですね。ここが収縮できてれば三頭筋の外側が爆発しそうってなれば強いです。スクワットだけは楽しんでるからね。ああ、効く。
あ、いいですね。来ちゃいました楽しかった。帰るようになってきた。俺も最近やっと楽しみ分かってきたんですけど、ネガティブで耐えてるの超楽しいもん、ね、筋トレ。うわ、頑張れる俺って なるもんね。あれ脳汁出るわ。あーでもいいですね。まあ、とりあえず今日 あのケーブルはこんなもんで終わりにしますかね。このお楽しみロープは楽しめました。楽しいですね。ぜひトレーニングに取り入れてほしいです。もう全部だ。あ、めっちゃ熱くなってる。でそしたら次はこいつを使って、本当はイージーバーっていうのがあればその方がいいんですけど、イージーバーがないので、スカルクラッシャーしたかったね。いや、スカルクラッシャーではないスカルクラッシャーではなくて、トレンチプレスじゃなくて、これは小刀っていうのと内側刀っていう、ここの一番長いところと内側刀っていうのに効かせるやつで、プロオーバープレスっていう、このダンベルでまずここにこういうふうにあの三角形、まあ、機構砲みたいに作ってるで、でダンベル、本当はねイージーバーだからやっぱりイージーバーの方がいいんですけど、こういうふうにしてやって、まずここからダンベルを胸に向かってっていうか、まあ、首ぐらいのあたりに落としてやる。でその状態からまず一回頭の上に持ってくる。で伸ばしてから戻しで伸ばす。これでこのナロープレスっていうのとプルオーバーっていうのを複合で一品に行うってやつ。まあ、これまずあの10キロでウォーミングアップ感じですね。ストレッチ機って超気持ちいいんだよね、後ろでやるとき。後ろだけはまあウォーミングアップなんて15回ぐらいで、本当はね、イージーバーだともっと下まで下げられるから、このダンベルを下げたときにジグザグになってくる。でここでこの時もロックしちゃう、この肘を完全に上げてしまう。よく筋トレだとロックしちゃダメって言われるんですけど、三頭筋はロックしないと収縮ができないんで、ロックさせる。もう本当にさっきも言いましたけど、肘が逆に曲がるぐらい収縮させるっていうのが大事。何回やったか忘れちゃった。あと10回やろう。シュッ。戻さないで、ここのまんま、このまんま下ろして、下ろしたまんまで、しっかり伸ばす。で、いや、ここで上に上げてからここに戻すのは、この肘を曲げたまんま、肘はね、ここ曲げたまんま、うん、で、ここに戻す。そうで、プッシュする。そうそうそう、プルオーバーして、で、ナロープレス。動作の最初は等倍にナロープレスが入ってる。佐賀君って、寝ちゃう前か分かんないですね。
来週月曜からやってましたからね。日曜ぐらいから来てたし。あ、日曜って言ってました。一昨日飯ラーメン食いに行って仕事で行って、牛脂に戻って。昼間とかだったらまだ空いてる。あれはもういいんだよ。今日これで出願にします。中国ちょっと俺が東京いないんで。え、どこ行くんですか。どんどん長野ですよ。下に戻したときにしっかりと、あ、いいですね、ここにストレッチがかかるような感じ、ここに昨日おとといからうち初めて全員調査が来て、でもうちちゃんと帳簿つけたから全員通知作って修正申告出した。帳簿つけてないってことあるのか、ゼリー知れてないし、あとあのね、ごまかしたら要はこれ経費落ちないでしょまあ、軽いからね、まだそんなに分かんないと思うけど。軽くないですか。いや、これね、多分ね、軽くない。本当に、まあ、ちょっと気持ちやってみて、はい、きつかったら、もう触ろうとしましょう。よいしょ。僕、怪しいと見てます。方法を作って、ここにですか。そうです。で、そこで、ここから、このままこう。で、ここで、下げられるまで。ああ、はいはい、もうこれ限界です。で、手を伸ばせば、そこの時に、さらに効くようになるの で胸に戻してで締めた時に思いっきり収縮させてやる。あ、こう、そうそうそう、ここにロックがかかる。はいはいはい。で、こうここにストレッチがかかる。気持ちいいけど体が硬いのか。もう内側頭っていうのが効くんですよ。ナロープレスで内側頭を効いて、で後ろに戻し、下げたときに、ここに長頭に効くって。2つね。で、しかも外側頭の方にも入るから、まあ、ぶっちゃけ、やる種目がなかったら、これだけで十分、うん、時間がないときとかいうときには、このプルオーバープレスっていう。腕トレって、週に何回ぐらい週1回ですね。全部いい週1回ぐらいのペースでやってますね。俺とか16分間でね、毎日のようにやるから5分割とかでやると、週 1.2 回で、でも俺結構ね、まあ、休んでて週2回ぐらい休むようにしてるから最近は。今週は完全オフにしてたし、うん、手首が痛くなりすぎてダメだと思って完全なね、手首休養期間に。例えば僕みたいに週に1回ジム通って全身やってる人は、その日に腕やりたかった腕も組み込んじゃったんです。そうですね。もうちょっといけますね。お、まあこれ、まあ、ウォーミングアップなんで。15。100件を今10回でやめたでしょ。じゃあ12。15だっつって。全然いいですよ。いける分だけ、いける分だけ。まあ、ウォーミングアップなんで。全然3回。あともうちょっと下の方ですか、頭。頭がね、ここに乗っけた方が。伸ばしてやると、そう。これが硬いのかな、全く伸びない。後頭部はそこの椅子に上げてちゃっていいです。限界伸ばして。これ全然これ、これが限界だよ。あ、本当だ。これいい感じ。なんであれくっつくしてるの。すごいね、これでこの体でくっつくすごいよ。そうだね、これ限界だからね。で、そのまんま糸を上げてきて、で、ここが伸びるような感じ。いきます。伸ばしきれるところまで行って、で、戻す。ここに戻して。足首つかむようにして。で、最後、ここを通してやって、ここまで。で、ここを伸ばして。いいですね。そうそうそう、これをやってくやったんです。これやったらね、スクワットとか、ハンマーやった時ちゃんと温めたんで。
全然コンパンセットでもいけるぐらい。やけるわ。週1でいいやろ。結構やるか。5回ぐらい。2週間。筋肉量より勢いがないと思ったの。オタクだよ。オタクは筋トレやるとこうなっちゃうね。やり込んじゃう。効率も求めちゃうし。オタクの方がね、筋トレ楽しめると思うんですよ。そうですね。攻略しようとするから。よし、あとしっかり。みんなゲーム攻略してんだよ、筋ダイエットだけ攻略してんだよ。そう、あのね、本当に思うんですけど、急にね、あのダイエットって言った瞬間にスタンってなって、ファスティングから入るからさ、バカなのかなって思うじゃないですか。みんなルール知らない。説明書もないから、酒が攻略するんですよ。じゃあ、本番セットしきます。多分15で行きます。結構10でもきつかった。まあ、でも先生、左右近くないですか、これ。あ、27。これ、よし。じゃあ、本番セット。これ何キロなんですか ?25。だからこれ、マジでかいから、このプッシュがね、頭このストロークが短くて、それがね、ちょっと問題なんですよね。部分だと思われてる。ふっ、しっけ、ちょっとしよし。
しますか。あ、いいな。ちょうどいいぐらいの重さか。これなんか、なんだっけ、なんだっけ、江戸バスなんだけど、今日お話したんだけど。後で思い出す。そのうち、友達なんで、水も。13キロって言いますか。はい、いや、13で。ました。ありがとうございます。見てるのはもう脇引きちぎれる。ちょうどよかったんでね。よいしょ。もうちょい重い方が良かったと思う。よいしょ。おお、そうですね。ここね、でっかい方にね、これこっちがいた方がいい。はい、あ、こっちが方が楽かもしれない。なるほど。よいしょ。気をつけて頭が、はい、1、いいっすね、2、3、あ、肩壊そうだこれ肩痛かったらそこまで下げなくても大丈夫です。ここは伸びてる。今月で1円なんですけど、これ12月です。あ、全然違う顔だこれ今ですか。全然違う、すごい、目下がすごい。そうそう、結構あれさんの場合、ウエストは減ったのだけど、この広背筋が広がったから、こ、背中を鍛えると広背筋、あ、背中と肩を鍛えると広背筋が広がって痩せたように見えるんです。また全然だろ。ウエストね、あ、すごっ、減った。ウエストはね、そこまで細くなくてもすごい痩せてるように見えるっていうんで、筋トレはね、マジでプロポーションがよく見えるからいいですね。そうですね。あと15分くらい、ね、ウエスト仕上がる。うん、自分勝ちを落とすと大会で、戻るです。もう一回くらい絞って、絞り具合でいったら、ボディービルでまだヒップって何が違うんですか。ボディービルは、あの、足伸ばすんですよ。で、ポーズが、あの、こういうサイドチェストとか、ヒップクールとかいっぱいあるんですけど、フィジークはもう長ズボンなくて足見えなくて、フロントポーズとバックポーズしかないです。あ、じゃあ基本的に上半身運動。そう、そもそもの成り立ちが違うんですよ。あの、ボディービルって筋肉をどれだけでかく見せるかっていう競技なんですけど、フィジークってサーフパンツ履いた時にどれだけかっこよくなれるか。そうそうそう、ビーチにか似合う体選手権。じいさん、なります。いけさん、いけます。じいさん、牛田さんもじいさんいきますか。試しに。メラの話したほうがいいです。さっき10ですよね。さっき10です。メラの話したほうがいいです。なるほど。メラにぶつけます、これ鼻に何回かぶつけるもう剣王子と石田さんはもう競っていただいて、はい、こ、なんかもう無理、壊れそうみたいになったら元のってここですよね。あ、上の上側ですね。上を、そうです、そうです。でかい方のがでかい、でかい方と下のとこに飛行法を作るだけです。そうそうそう、あ、そう、こう、こう、こう、あ、飛行法ですね。今、一回寝ちゃった方がですね、胸にお腹に取られてよ。そうでしょ。あ、もうちょっと前ですね。そうですね。そうすると前に行った方がいいです。前、こっち前。逆です。しかも座ったんですよ。ギリギリない。頭が出ないぐらい。ちゃんと、うん、上に乗っかってた。うわぁ、すげー来た。え？めっちゃ来た。どうぞ。来た。こちらですか。で、そうですね。そこに落として、上に持ってくると。いいね。おでも、あったあったあった。補助入るんで、行けるところまで行きましょう、はい、それがいいところ。いや、燃えた、これ燃えてる。あ、燃えたな。チーパーがあればね、もっと効くんだけど、なんかプッシュの方が弱いね。もっと引きつけたい本当はね、このバーベルでもできなくはないんだけど、バーベルだと手首が、あの、負荷がかかりすぎちゃって、そうですね、手首がね、あの、腱鞘炎とかになる可能性もある。はい、めっちゃ効いたな。いい種目でしょ。これいいっすね。やっぱり最初に提唱してたのは、あの、フィジカルのジンとか。これいいっすね。なんか家でもできるし。
兄さん、3位惜しかったね。みんな知ってる人で、あれよかった。うざいね。今何だっけ、6かな、5か6です、6です今、これが6です。見に行こうって言われてて、1万円とか言われてて、ちょうど土日だったらダメで行けなかった。今度の山沢とか出るやつ面白そうだけどね、11月の12日行ってみたい。こうか、これそうなの。7、普通写真撮ってほしい。そう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 、ファンボーイだから。ファンボーイだから。これ俺山沢ファンボーイだから。ゆうさんも早く山沢のフランチャイズ申し込みましょうよ。あ、俺申し込んだけどダメだった。あ、そうなんだ。やっぱすごいよ。アルカイがいるところからだったらね、結構いけそうだな。そう、頑張りましょう。はい、こっち側で。そうだね。あ、あんなの全然広告費ない感覚ないね。ねえ、モテじゃないし。最高じゃん。これ東大は。ああ、いいですね。東大だとね、土地代的に2キロはきついかもしれないけど。わあ、し。いい音ですね。まあ、こんで、こんで、ね、俺も結構自重ばっかりやってるから、まだ、あ、山沢トレーニングとかずっとやってます。これじゃあ、ちょっとこっち。胸とか腕立てでまだ十分だから。さあ。ここにちょっとやるのか。ああ、僕、背中、足、胸、分けて。ああ、いいじゃん。そのうち、なんか、どういうことに切り替えたのか、あれでした。背中とかは僕、なんかジムじゃないと。週の回数多い人っすね。ああ、なるほど。現実的に考えたら2回なんですよね。2回だったら2分割。足と胸って腕立てとスクワットが、ね、家でできるもんね。だからジム行くの背中だけ。絶対ジムでやりたいと思って。補助は懸垂マシンがすごい楽しくて、あれもやってます、ね。アシストチーム。そうそうそう。生まれずっとやってる。あれめっちゃ楽しい。ジムやって、それやってもう無理ってなってから懸垂やって、耐えた。まあ、二分割だったら上半身、下半身で分けるか、うん、多分いいと思います。29だけどどうする？無理です。25人です。15ぐらいだな。筋肉が間延びしちゃうから、うん、ボディービルダーは結構厳しい。フィジカルだったら背が高いと言うとあったりとかするんですけど、でもやっぱ勝たないね、見てると。まあでも、まあ、強みがないとね。うん、マジっていうぐらいになったんで、これできなかったんです。
よいしょ。でも多分そういったらあれですよね、神経もあるんですよね、使いになるんじゃないから、ね、筋肉の分じゃないでしょ。それは日本です。最初は足上げも全然上がる、最初は初心にやった方が効くんで上がるこの可動力、なるほど、よいしょ。でも意外と2、3周でそのなんか動かし方ができるんだよね、筋肉がつかないで。でも多分センスいいじゃん、それは。特にね、胸と背中がね、2、3週間で分かったらすごいっすよ。うわめっちゃきついな、これ。15。ケンちゃんさん、15? 15。あ、じゃあ俺も15よ。どっちが頑張れるかっていう。すげえすげえ。背中は本当に8分くらいかけました、分かりません。背中とかね、筋トレって、ひばめきで、急に、おっていう時が来るんで、こう。逆に胸は速かった、めちゃくちゃ。得意だった。あ、これ、バチきて、10できないな、これ。シークレットローが苦手です。ああ。シーテッドローは、コツとしては、あれって、まあ、いろいろとやり方があるんですけど、僕的には、思いっきり前後に体を動かすっていう風にすると、分かりやすいかなっていう。よいしょ、ちょっと痛い痛い痛い。最初、引いて、固定して、背中の動きだけで、ゆっと伸ばして、そうなんですよ。そうなんですよ。前の方向で戻してたの。最初分かんないから、上に行っちゃうと、上に来ちゃうから。なんか変わりってきてた方がやっぱそういうのがなくなると、で、これが分かってきたら、ここにこう腕を伸ばし力をつけて、私の場合はこの形だと結構腕が出ちゃうんで、ちょっと開けます。で、これやるとね、ここでほら力、この形するとさ、力が入るんですよ、ね、だからこれはこれでやります、ね、ああ、いいですね。楽しそうだね。これ来た、これね、持ちにくいし、こっちの方がいいです。こっちの方がいいです。受けるかな。持ちにくさもあるんで。あ、でもこれでできないと、さっき言ってたやりやすいよって言ってたイージーバーも何もつけない重さがだいたい15ぐらいなんで。ね、あれ10キロぐらいしかないかな。あ、そう。うん、10か。じゃあ、まあ物にもよるけど。うちの15キロ。そのくらいかな。もうちょい上げた方がいい。メガネ外した。あ、そうです。よいしょ。ぶっ壊しました。鼻削れそう。俺もゴリゴリ削ったやつだね。ちょうど同じぐらいの人だからいいですね。そう、素晴らしい。歓迎じゃないけど、同じみたいなレベル大会いると盛り上がるっていう。もう腕上がらねえもん。めっちゃ効いてるし。10円のきついっす、たぶん10マジギリギリっす、これ俺が。じゃあちょうどいいっすね、怪我中ちょうどいいっすね。10ギリっすもんね、間違いない。気づいた。落とさないようにだけ、まあ補助入るんで、あまりにやばかったら強かったけど、純粋に持ちにくさもあるんで。肘でくるな。左肘でくるなんか結構痛くなってきました。少し痛いですね。
そしたら下げた時に上げる時に左から動かすイメージ。なるほど、オッケー、いいですよ。ああ、でも引き目で早くからいっちゃうから無意識に。いや、きつバーベル競技みんなが知ってる種目で、リバースプッシュアップ。うわーい、リバースプッシュアップをやります。これだとどこでもできるんで、家とかでもできる。まあ、今日の種目って、まあ、基本的に家でもできるような種目を俺が不利な種目を揃えてきたんで。そう、自重だから自重トレーニングですね。あ、まあ、体重が重いと、まあ、俺とアルカイさん同じぐらいだから体重的に。そう、そう、俺と俺が一番不利なんですよ、これで。これで、これきついですよね。椅子の、まあ、お尻のすぐ横に手を置いて、で、ここから見たことあります。しっかりと通す。ケツ深いな。できればケツが床につくぐらいまで押して、で、これもしっかりロックする、うん、で、きつかったら膝を曲げてしまう、うん、曲げると負荷が弱くなって伸ばすと強くなる。できないですよ、自重じゃっていう感じですね。ただ今日はせっかくスミスあるんで、スミス使ってやりましょう。スミスでやると何がいいかっていうと、スミスの方がより追い込めます。高さ調整、高さ調整もできるし、あのここの方が手がもう当てやすいんで、あのより効くんですよ。なので、超一やばいよこれ。で、今日でこれもしっかりとケツのすぐ隣です。これ狭くした方が効くんで、しっかりで、この状態からで、スミスのここのバーに背中が当たるぐらいこう下げる。しっかり伸ばす。ちゅんちゃん今何て82です。大人で。よし。よし。88。あれが18いったらやばい。気持ちじゃなくないです。向かいが消えそう。10分。すごいのがない。向かいじゃないよ。3。25と、元は120ぐらい。120です。32キロぐらいしますね。8。服全部捨てました。はい、20回やりましょう。なんでか知んないけど、俺とジェイコンさんが同じ重さなんだよな。でも俺の方が足長いから、視点的には俺の方が不利で。俺も体重で言えばもっと背中をくっつけるぐらい、背中をこすりつけるぐらいで、そう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 、で、下げられるとこも、もっと下げられたらもっと下げる。無理、うん、ロック伸ばす。ロックする。一回一回ロックする、しっかりと。やっててどうしても上がらなくなったら膝を曲げて、本当に20代からやってればいいかもしれない。でもさ、昔ってやっぱさ、ネットも立てないからさ、正しい知識ってなさそう。なんか気合でやって終わっちゃって。しょうがない、しょうがない。この種目まできつい。これは思う。諦めちゃう。さっきの YouTuber、筋トレ YouTuber なったもんね。ここは、それでこう。まあね、最初ね、足曲げた方がいいかもしれない。もっと下げる。お尻、床につけぐる。もっといくんですか、これ。もっとです。ケツがね、あ、こんなに深いか。うん、それぐらい、それぐらい。ケツつけましょう、下に。もっと下の6よく効いてますよ。20回いけたら行きましょう。いや、20無理っす。自重なんで20回行きましょう。きつくなってきたら膝を曲げましょう。気持ちよかったり、昨日より今
張ってるのがちょっと太く見える。違う。パンプしますよ。腕はね、パンプすぐするんで、見た目が変わるから楽しいっていうのが、そうですよね、なんか、気持ち、自分でしか分かんないですけど。あ、手が痛い。パワーグリップつけるとね、つけるわけ。もう、次から買ってこよう。あるじゃん。わかりますよ。手が痛いです、純粋に。有利、有利。痛いのは、手の当ててる位置が悪くて、ここに乗っかるようになった。あ、確かにそうか、もう一回やる。別に痛くない。で、もう一回やろう。え、すごい。ギッチギッチしてるんだから。いや、一日にはしない。あ、そう。あ、そう。血しちゃうと。確かに、ギッチギチって度合いが。あと2回。あと2回頑張りましょう。いける、いける。いける、いける。えらい。これで石田さんにプレッシャーが。え、今日何回？20。休みながらだけど。偉すぎ。10でも12ぐらいだね。ここの挟むんでしたっけ？いや、これは手の保護なんで、そのまま上に。何が言ったの？手のひらに。エコーさんのブロック悪い。これは、これ、しっかり、もう一回、上に座っちゃってみて、はい、はい、で、しっかりと、お尻の、ちょっと狭めに、はい、手を置きましょう。はい、これも全て、これ、はい、リストと一緒の、これか。これにしよう。あれ、いいや。かなり落ちない。こうですかね。そうです。で、お尻を下げ、下げれれば、下げた方がいい。下げれれば、下げるほど。きついな、もう。いや、これ、マジできついですよ。ケツさん、ケツつけ、つけましょう、ケツつけましょう。硬いからね、あれかもしれない。で、体が前から離れてきた。バーに背中をこすりつけるような感じで、いけたら。曲げました。ちょっと頭。曲げました。さすがに折れ方が。そう、この動きは知らない。だこれね、家の椅子とかでもできるんで、どこでもできます。今日、ジジウマの慣れがあった。やっぱきついわ、これ、ケツつけると。こうですかね。そうです。でもやっぱこれね、耐えてるとき楽しいもん。吉田さんね、ロッカーすごいよくできてるんで、収縮は効きますよ。すごいですよ。これ絶対効きますもん。だから初めてで、ここまで。てか、アルカイさんみたいに10回いかないとか普通だから。収縮。相当ね、でしかも痛いんだよね、これね、三頭筋が。一瞬休む、もう大事です、できなくても。最後で。すごいっすね。よし。膝曲げてるから。カッチ。ちょっと泡が出ちゃった。これで、いや、いいことです。しょうがない。下ろすの、耐えるの楽しい、楽しいんだけど、得なんで。行き見すぎて、お腹出たから。あとは、ケオジは、手以外の筋肉を全部使わないで。いやー、これ、超きついんだけど。今日一きつい、これ。きついっすよね。でも、もう一セットずつ。体重が重いだけ。皆さんもう1セットずつやります。これ3セットぐらいは自分でやるときは、今日は時間ないんで2セットですけど、3セットぐらいやるといいですよ。おすすめ。はい。
蜂蜜パンとか食ってますこれ。バカの。あパン脂質 1.5 ぐらいしかないやつ。ああ、めっちゃパンね。浅くてもいいから回数をこなしてセブンのしっかりと収縮する。ドリルチキン弁当ってやつバックタン。セブンやっぱね、ダイエット最強っぽいんですよ。一食でタンパク質4.5ぐらい。これ食べすぎて俺肩痛いな。マッスルグリルの低糖質メニューずっと作ってますよ。ああ、なるほど。パスタ系、納豆パスタと、あれクリームパスタ。今回教えてもらったら、埼玉のご飯って、あのカレー。テイスティサレーに行った。テイスティサレー、あと6食分ぐらい。あのカレー粉はね、マジで。あのプライムジャオカレー。あいつはすごい。50%、ね、しかも美味しいのね。美味しい。他のカレー粉より全然美味しいから、ね。昨日ココイチのカレーラーメンカップで伸ばして脂質しかないんですよ。あそう。マジでうますぎて感動した昨日食ってて。ココイチのカレーラーメン219カロリー。いや結構量あるんですよ普通に。あるんですよ。200円ぐらいですね。あれ膨れますアドバイス。全然あのもう値段も気にしないの。永久に食えますね。あれだって6個買ったら1000円とか21回ぐらいやった気がする。超追い込めた。なんとかやってまずできた。負けたこの種目三頭筋使ってるって分かりやすいですよ。分かりやすい。めちゃくちゃバランスするんで。この最初に持ってくると他が動かないから。あとこっちを使うっていうのはちょっと信じられないですね。この後にまだ待ってる。違う人なんで全然こっちは疲れてないはず。俺は正直言うと他方がいいけどね。でも今肩こうやって触れてるんですけど二頭筋肩触れなくなってこんなの。ああ触れるでしょ。さすがちょっと届かないように使ってるわけです。ギュッと触るんですけど、それがやっとあこれきついっす。ここあきついですね。まあ膝曲げてでもいいですねこの種目。ああ他人の苦しむ顔を見られるし、実際にトレーニングとしてよく使ってるんで。気持ち悪い。違う違う。バーニングフロントレイズと同じ感じで、もうよく昨日やったよ、バーニングフロントレイズちゃんと。兄ちゃん。こういうね、無理やり休憩の種目が、ね、最高だね。きついな。Gracias.